横浜、石田健太、FA 泉、お気持ちを明かす。今季取得した国内 FA 権を行使している DeNA 石田健太投手、30、が25日、初の報道陣の取材に応じ、そわそわしています。なかなか僕の名前が上がらないのでそわそわはしていますけど、いろいろな球団の声を聞きたいというのが一番なので、この権利がある時しかそういうチャンスはないと思うので行使しましたけど、僕がプロ野球の世界でどれだけの選手なのかは気になるところ、と明かした。どっか引き取ってよ。どうせ宣言残留認められてるんでしょ。一番必要なのが横浜定期。山崎取れなかった巨人ソフトバンクが取りに来るやろ。いくらになるのよ。取りに来る球団が全然いないというのが答えっていう悲しい結末。山崎幸也とそこまで差があるようには見えないのに。4勝9敗かよ。勝負の年でその成績やと期待できんもん。ヤクルトならローテ入れるやろ。ソフトバンクの優勝へのラストピース。元々大した成績じゃないのに年々劣化してるからね。お得意様の巨人はだんまりやからな。これ仮に横浜残ることになったらモチベタも点やろ。自分の野球人生否定されたようなもんや。石田って中継ぎの時が一番成績良かったんだろ。中継ぎでもいいなら手を挙げるんじゃね。巨人が山崎何回なんかったんや。出とるぞ。阪神に強いらしいからセリーグには需要あるや。いろんな球団の声が聞きたいが本当に切実そうでかわいそう。石田は強いチームに移ったら7勝9敗くらいはできるぞ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。